試合は5分5ラウンドで行われます。誰が拳を合わせました。小谷37歳、松本は35歳。さあ試合スタートです。高橋さん、はい、一つ上の舞台、ワンチャンピオンシップを目指す男たちの戦いですね。そうですね、やっぱり生き様見たいんで、やっぱり勝ちにこだわった試合とかしても、やっぱりショートの後楽園のお客さんってそういうのを評価して見てくれるんで、はい、だからもうやりたいようにね、勝ちにこだわった戦いしてくれるのがいいんじゃないかなと思います。畳が出てきます。いや、ジョナさん、はい、この辺を積極的に仕掛けますね。スポースタイルとオーソドックスタイルで、はい、簡単に簡単が上手いんですよね。左手、左手です。サウスポに構えています。まあ、田原さん、はい、このライト級のベルトですけども、かつてはウェルター級と、ね、呼ばれていた70キロのこの階級ですが、小野、はい、選手、ゴミ選手とこう、はい、ね、もうスター選手が、持ってたベルトなんで。そうですよね、はい、本当にあのシュートの歴史を作ってきたベルトと言ってもいいですよね。そうですよね。そしてあの佐藤海が最後に取れなかったっていう、はい、ね、本当に何だろう、価値のあるベルトですよね。そうなんですよね、取れそうで取れなかった世界の、はい、ベルトです。世界のベルトはいいですよね。本当に高井さん、はい、デザインもね、あの独特のデザインで、もうやっぱりシュートの世界のベルトっていうのは肩書きがすごいんで、はい、左のカウンターですね、いいですね。これパンチでいくつもりなんですか。そうですね、今のところ投げ勝負になってますよね。みんなのキャッチした方、お互いどちらもできるので、はい、どこを切り替えて投げていってほしいですよね、はい、今まだタックルに入る動きはありません。ボディ打った、はい、長男さんの現役時代に練習したことがあるという2人です。35歳と37歳。長男さん、小谷が60戦目というのはすごいですよね。すごいですよね。ボクサー自分より先に始めてまだ戦ってますからね。ですから、まあ、ある意味早熟というかね、非常に長持ちしているという両方を持っています。早く始めて長く続けるという小谷直之です。でも本当に田原さん、体見ても仕上がりいいですよね、小谷ね。そうですね、体一回大きく見えますよ、ね、そう見えます。すごい体してますね、はい、本当に背中とかもすごいですね、はい、最後の盛り上がり、いきなり近い距離です。ここは見ました。35歳でもう一つ上の舞台を目指すためには、このチャンピオンシップ超えなければなりません。そして上を目指したい。地元の去年の防衛、さらには外人も経験いたしました。そしてこの挑戦者を迎える立場になります黒いトランクス。まだ組みに行くそぶりがありません。高井さん、はい、お互いまだ打撃勝負続いてますね。そうですね、もうテンポが結構ドラゴンになってきてるんで、ちょっとタックルとかでお互い行かないかもしれないですね。グラウンド目からちょっと作戦変えたりとかってあるかもしれないですけど、お、今決めましたね。ようやく次の展開です。もろ差しになりました、松本。組を混ぜてきました。テイクダウン行くんでしょうか。長男さん、5ラウンド戦ですからね、ある程度組み立ても考えているのかもしれませんね。まあ、時間があると言っても渡したくはないですね。結構大事にしてるんですよね。あと4ラウンドあるからといって一歩落としたりはしたくないんですよね。パンチからキックを繋いでいきました。ボディブローです。スーパーのパンチですね、はい、左の蹴りのフェイントからの
からいいことできましたね。いいですね。オープンフィンガー硬いんで、やっぱボディすぐ効くんですよね。はい、このボディいいかもしれないですね。松本選手のちょっとインローが気になりますよね。あ、そうですか。はい、こういったテーピング巻いてるんですけども、はい、そこを的確に捉えてるんですよ。これが長くなってくると、それがダメージとなって、ちょっと小谷選手に不利になるんじゃないかなと思いますよね。はい、しっかりカットするなり、距離外すなりして、そこは対処したいところですよね。これは1ラウンドのリプレイです。では1ラウンドを振り返ってみて、長男さんにはどう映りました？このランナー小谷だと思いますよね。このパンチを左をしっかり当ててるので、はい、高橋さんいかがでしょう。ですね、やっぱ左のパンチちょくちょく当たってたんで、でもやっぱり、まあ、5ラウンドなんでね、ちょっとやっぱ先長男さんも知ったんですけど、ローキックですよね。これがどういう展開になっていくかなってちょっと楽しみですね。はい、さあそして高原さん、はい、振り返っていかがですか。重いパンチ受けてもひょうひょうとしてるやっぱチャンピオンも不気味ですよね。確かにそうですね。試合は第2ラウンドへと向かいます。ラウンド2、はい、第2ラウンドの始まりです。ローです。ちょっと嫌がってるか。ちょっと効いたですね。ご覧のようにテーピングを巻いています。距離測りながらタックルできた。タックルできた。テイクダウン。蹴り合わせましたね。そうですね。これは長男さん上手いですね。これもうすぐにあの足でフックしてますもんね。マウントを取っていきます。マウントポジション。高橋さん、はい、早い段階でいいポジション取りましたね。そうですね、やっぱローキック効かされた後のその修正の仕方がすごい上手ですね。はい、まあ、高原さん、やっぱり経験値高いですからね、高いですね。すごいですね。おバックマウントになりますか。ハーフネルソン、そして殴るか。あ、中継がダメ、中継がダメ。両手が生命線です。どっちで考えるか。取りに行く、取りに行く。長野さん、これ体勢どうですか。今、金網を使って体をこう伸ばさせないようにしてるんですよ。松本が一度解除しました。上になっています。松本、今度はチャンピオンの上です。弱気になるの、弱気になるの。足を使って、下から小田。コントロールしよう、コントロール引き落とします。ダメージ与えとけよ。弱気になるなよ。今、そう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 、今出せ、手出して。先ほどは松本の仕掛けがありました。手出しとけ。そう、いいよ。ワクサス、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 ワクサス。左ほっとけ。まずは太ももに肘を落とす。これは効き物なの。そのももに落とす肘って、弱気になるな。これは長野さんどうなんですか。痛いとは思いますけれどもね。この後ですよね。この足がちょっと開いた時に、はい、ああ、ファウンド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 、ようやくカウンド落としてきました。足を払っていきますか。いいの来ますよ。今立てるんですけれどね、そのモーションがないですよね。この辺さん足を払って松本は、それだけ距離があるので、集中しろ、集中しろ。出るか。高井さん、はい、この中腰の体勢からは強く出るんですよね。そうですよね、強烈ですよね。これ小谷選手ちょっと展開作りたいですよね。あ、もらってる、もらってる。そう、この状態で戦うと叩かれてしまうので、はい、これ長男さん、立つ動きがないのは小谷どうしてでしょうか。本人しかわからない。想像するとどうでしょう。まあ、自分の選手とかだったらもう金網背負ったりとか、もしくは腰にめがけて頭ずらして立ち上がれとかやるんですけれども、これだと時間だけが経ってしまいますからね。そうですよね。田原さん、はい、立たない間に結構もらっちゃいましたね。そうですね、もらっちゃいましたね。このももが気になります。
こう散らしてるような状態で、ね、そうなんで顔を行って、はい、結構当たってますよ。下から蹴り上げます。小田井も下から蹴り上げる。また中腰の体勢から高井さん、これまだ強いのを狙ってますか。そうですね、松本選手はマウンド狙ってて立ちに行けると思うんですけどね、なんかやっぱプレッシャーが強いんですかね。まだ立てません。残り1分を切ります。三丁もらう、カウント、うわ当たってます。もらってるもらってる、危ない危ない、長男さん、これあまりもらったらまずいですね。立ち上がった、ようやく立ち上がりました。バックについています松本チャンピオン。強引に立ったんですけどね、はい、上位上がって、そしてもう一回倒しに行きます。おー、どうだ、切り返したか、立ち上がった。際のパンチも良かったですね、効いてますかね。ちょっと疲れてるんですね。小谷の動きがちょっと強くなってきた。タックル仕掛ける、しかし切られた。頑張ります。今のもちょっと嫌がって出したような形に見えるんで、今井さん、あのパンチもらってるのがちょっと気になるんですけど、どうでしょう。やっぱあのパウンドコツコツもらってたのがちょっと効いてるのかもしれないですね、はい、あ、マウントだ、マウントだ。残り時間が少ない第2ラウンド、まだ2ラウンドですけど、一気に動きが落ちましたね。あ、ここ第2ラウンド終了、終了です。ジョナさん、2ラウンドの印象はいかがでしょうか。これは松本選手のラウンドだと思いますね。高井さんもいかがですか。そうですね、松本選手のラウンドになります。あのテイクダウン取った時にね、ちょっといい感じだったんですけどね、はい、そこからひっくり返されてからちょっと展開がね、ちょっとガラッとペース取られてしまったのがちょっともったかなっていう印象ですね。これ下になって結構画面にパンチもらってしまいました。そうですね、田原さん、はい、あの立ち上がりましたけど、ちょっとあのダメージ心配ですね。そうですね、これね、チャンピオンはこう計算通りみたいな感じ見えますね。顔が冷静なんで、はい、そうですね、ブレないんですよね、なんか顔つきというか、本当に効くみたいですね。ウォーズマンタイプかもしれません。しっかりとリズムを遂行しているタイプですね。どうでしょうか、小谷直之、ちょっと追い詰められましたかね。ただ鍛冶場のクソ力でここはなんとか乗り切ってもらいたい。ラウンド3、第3ラウンドです。あ、2ラウンドいろんな展開がありました。またスタンドからです。ちょっと2ラウンドは下になっている時間が長かった小谷、青いトランクスです。ミドル蹴ります。松本が少しプレッシャーかけてきましたか ね、 そうですね、まあ、左ミドルいいですよ、はい、あ、左サウスポースタイルです。左ミドル、それから左ストレートが入ります。はい、踏んで胸が合いました。左の攻撃よく当たってます。ボーナーと本当に流れが変わると思います。ジェルからボディ、いいですね。全部左の攻撃ですね。そうですね、左のボディ、左のミドル、はい、はい、ことごとく当たっていくのがどうです。プレッシャーは松本かけています。松本がどんどん前に出てきます。ローキック、そして捕まえるか。高井さん、このローキックやっぱちょっと嫌でしょうね。強烈ですよね。テーピング巻いてるんで、多分余計多分キックが硬いと思うんですよね。受けたくないな。いや、これは小谷としては嫌でしょう。そうですね、もろ差しになりました。となると田原さん、まあ、想像できるのはここからまたテイクダウンを仕掛けるんですかね。そうそう、巻き替えましたかね。差し替えです。差し返してまた差し返すか。エルボーも狙ってますね。うわー、ボディからボディボーあります。踏み込んで膝、また左の攻撃です。左膝を使いました。このストレート、ふらついた、ふらついた、出てきます。本当に左よく当たってますね。そうですね、はい、
全部左の方を軸にしてうまく当ててるので、そしてキロチ、あ、これはちょっと不十分でしょうか、もう抜けてます、首が抜けました。こうなると松本選手強いんじゃないですかね。そうですか、さっき立てなかったので、はい、あの感覚で残った時間殴り続けられるとちょっと厳しいですよね。まだ2分とはないです。何としても立ち上がりたいところなんですけど、はい、選手は押さえつけています。金網際小谷どうでしょう、立つ動きがありません。上になりました、ハーフガードに囲まれています。下から小谷ハーフガード、松本は足を抜きに行こうという動きもあります。足を抜いてマウント狙っていくんでしょうか。ここ長野さん、もし小谷が立とうとするならどういう動きが必要なんですか。まあ、距離を作るかもしくは潜るかっていう2つのあるんですけれども、はい、どっちの動きにもなってないんですよね。ということは時折二重絡みして、二重絡みっていう足のロックを強くしてパスさせないための動きをしているので、はい、それだとパスは防げてもこのポジションからも脱出ができないんですよね。そうですね。となると高橋さん、ある程度もこのポジションで戦おうということなんですか。そうですね、なんか休んでるんですかねっていうのもちょっとあるかもしれないですね。ちょっとラウンドしのぐみたいな、はい、立ちたいんですけどね。それが松本選手のプレッシャーがすごい強いかもしれないですね。おお、さあどうだ、どれ持ち上がるか。これだと足振られてまたパンド落としてくると思うんですよね。これはもらえたくない。相手も足首を掴んでいます。デライヒーバーフックという柔術技で応戦しますよね。下からブレイクなんですよ。残りが10秒を切ります。前手を出している小谷、プレッシャーかける、おー来た、小谷ここでゴング第3ラウンドが終了です。さて、この瞬間を皆さんに振り返っていただきましょう。長男さん、スタンドといえば小谷の左の攻撃が当たりました。そうですね、グラウンドでは下になりました。明らかに効かせたシーンがありましたし、また最後膝蹴りとかも当たったので、それはこのラウンド小谷なんじゃないかなと思います。そうですか、難しいです、はい、非常に難しいです。ただ下になってる時間は長かったんですよ ね、 はい、では高井さんに伺いましょう。やっぱり左のミドルキックと左のストレートのパンチ良かったんで、やっぱ小谷選手やっぱポジション下になるとちょっと苦しいんで、やっぱスタンディングで戦った方がいいんじゃないかなっていうのと、やっぱ松本選手のプレッシャー強いですね。そうですね。田原さんにはどう映りました、はい、さっき後半下になっちゃうとちょっと印象があんまり良くないのかなとは思いましたけど、はい、まあ、でも打撃では小谷選手かなと思いました。本当に左のパンチ、ボディーブロー、ね、さらには膝、はい、よく出てましたね。ミドル、そう、あ、そうですね、左ミドルがよく走ってました。さあ第4ラウンドです。第4ラウンド、まあ、グラウンド戦ではこの時間帯が非常に大事になっています。ボディは先ほど、まあ、自分の攻撃をよく当てていた小谷です。ただ松本はプレッシャーをかけています。前に出てきます。うわ、ミドル、オーソドックスの相手によく入ります。ボディブロー、ボディブロー、それでもいいですね。左の攻撃いいんじゃないですか。
けど、まあ、内容自体かなりシーソーゲームを競ってたような感じがするんで、やっぱり4ラウンドとかってやっぱすごい体力疲れると思うんですけど、やっぱ本当戦い抜きましたね。本当すごいいいものにしてもらいました。あの4ラウンドの立ち上がりは左の攻撃当ててましたよね。そうですね、なんかやっぱりスタンドすると小谷選手強いなって思ったんですけど、はい、それを思った瞬間にこうラッシュかけて試合を終わらせたんで、やっぱ底力というかやっぱチャンピオンすごいなと思います。スタミナとあと意識の集中の仕方が松本選手勝ってたんじゃないかなと思うね。やっぱり劣勢なる部分とか打撃ミドルとかもらってもやっぱり意識切らさないで、はい、これカウンター狙ったり見事2度目の防衛戦に成功いたしました松本浩司選手に。そうですね、やっぱりこのラウンドの集中の仕方がすごい上手いですよね。そのあたりチャンピオンとしての上手さでしょうか。小谷総合格闘技60戦目チャンピオンシップ敗れました。世界大特急チャンピオン松本浩司、起源は2019年5月3日東京都後楽園ホールで行われた世界大特急チャンピオンシップにおいて挑戦者小谷直幸と対戦し見事勝利を収めましたので、ここにチャンピオンたることを認定いたします。2019年5月3日インターナショナルシュートコミッションコミッショナーさんです。続きましてチャンピオンベルトが返還されます。そしてこのシュートの歴史を作ってきたライト級のベルト、続きまして勝者賞のメダルが授与されます。松本浩司の元に帰ってきました。松本浩司の腰に巻かれます。日本支社長畑アンディ秀樹様よりワンチャンピオンシップ出場権獲得のパネルが贈られます。さらにはワンチャンピオンシップ出場の権利、これを手に入れます。さあ長男さん、これで松本がワンの舞台に出ていくわけですよね。はい、シュートの世界チャンピオンとして出ていくという、これは期待高まりますね。そうですね、ライト級は層が厚いし、ちょっと化け物揃いなんですよね。まあ、青木くんがチャンピオンですけれども、今やってるトーナメントがちょっととんでもないことになってますので、はい、まあ、そういうフィジカルモンスターたちにどう対抗するかというところ注目ですね。はい、でも高橋さん、はい、これでまた松本が同じ高橋さんと同じ舞台にね、はい、上がってくる日本人がまた一人これで増えるわけです。そうですね、楽しみですけど、やっぱりジョンさんおっしゃったようにやっぱすごいメンツなんでやっぱ楽しみですよね。そうですね、去年の今日5月6日から1年間ぶりにMMA の舞台に戻ってこれました。その間支えてくれた方々本当にありがとうございます。シュート関係者の皆様、30周年おめでとうございます。僕も、一シュートファンとして、誇らしく思ってます。それで、この30年、続いた団体の一番の価値は、その間見続けていただいたシュートファンの皆様だと思います。でその、ファンの皆様にちょっと今日の内容だったら期待されないかもしれないですけど、また、期待してもらえるような試合を僕は続けていきますので、どうか、見ていってください。ありがとうございました。で、ちょっとみんな腹減ってると思いますので、一回、ご飯食べてきて、また6時ぐらいから集まってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。見事2度目の防衛に成功いたしました松本浩司選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。ご覧のように松本浩司が世界ライト級チャンピオンシップを制しました。4ラウンド TKO 勝利、これで世界ライト級王座防衛に成功いたしました。
高原さん、はい、このベルト、まあ、試合中も申し上げましたけども、かつては世界ウェルター級と呼ばれておりまして、まあ、中井勇気、宇野薫、五味隆典、はい、川尻達也、もうそうそうたる選手がですね、腰に巻いてきたベルトですよね。はい、それを巻いて、ワンに打っていくんですかね。もうシュートを背負って頑張ってほしいです。30周年という節目に、はい、とてもいい、これは遠藤を迎えたことになりますかね。そうですね、やっぱチャンピオン、チャンピオンらしいですね、本当に。そうですね、マイクもそうですけど、はい、かっこいいですよね。